まいやつ、うわーい、これうまいやつ、これうまいやつ。いや、うまみとか深そうじゃん。どんな感じ？やばいって話？やばいって話？うまみしかねえ卵がこいつ何言ってんだかわかんないです。うまみしかねえ卵が出てきたな。4人の、あ、はいはいはい、よし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 、あら美味しそうね、ほらうまいやつだよ、はい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 、乾杯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 、はい、さあどうでしょう、おう、うまいでしょ、好吃好吃好吃的好喝的、これ日本ないな、これ日本ないね、はい、わうわうわ、何これすごい、何このグワングワンク、なんで顔やいじっぱい、うわー綺麗綺麗綺麗、这是沾砂糖一起享用的砂豆，哦，可以带出鸭皮的香气啊，へー，砂糖なんだ，这个沾酱的话，这个是一般的那个甜面酱，然后中间的是花椒盐，有点维麻维辣跟百香果，等一下才是薄饼皮哦，这个单吃就好了。うーわ、これ美味しい、うまーい、どう砂糖つけたの、うん、どんな感じ、甘い、すごい美味しい、ただ食べて、パリパリで美味しい、めっちゃ美味しい、はい、いただきます、あ、うまい、うまい、おいやいや、どうした、あーほらほら来た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 、うまいだろ、さあどうでしょう、やばやば、ダックシェイクシェイダックシェイシェイって意味わかんないんだけど、味噌とね、うん、お肉の調和がちょうどいい感じ、あー絶対そうでしょう、いやいや、あのお粥、これ美味しそうじゃない、すごい、鸭肉的鸭肉汤，好煮的汤。ちょっと待って、この百香果は、これ面白くない？うん、美味しい。パッションフルーツ。はい、いただきます。はい、いただきます。うまいよね。絶対うまいよこれ。ちょっとお待ちください。ものすごくコリコリしてて、ちょっと甘い。ああ、はい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 。ちょっと日本のとはまたちょっと違う。でもこれめっちゃ美味しい。誰でも食べられる。うんうん、あ、誰でも食べられる。子供でも大丈夫。うわうわうわ、うまそう。何これ。台湾の料理がめちゃめちゃ美味しい。ああ、なんで？うん。例えばこの。これ日本ないね、水煮。日本ない。うん、このこれ日本ないし。はい。すごく上手だなと思うの。このニンニクがめちゃめちゃ濃い。確かに確かに、引き立つ、ああものすごく美味しい、ああ日本人結構受け入れられるって感じ、受け入れられる、で誰でも食べられる、ちょっと元気になる、3、2、1、はい、ああなるほど、日本と台湾で違うんだ、日本勢は北京ダック、台湾勢はこれ、でも私2番目はこれよ、そうなの、2番目はこれ、美味しかった、これナンバーワン、ナンバーツー、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバーツーとこれとは一緒、あ、水煮園、もう北京ダック、はい、いつ食べても感激するけれど、はい、今日もまたすごく美味しかった、美味しかった、でそれ以外に、うん、お風呂入ってるの、うん、あれがカリッとしててすごく美味しかった、パン、ああ揚げパンね、揚げパンね、揚げパンっていうのが美味しかった、はい、鶏肉の唐揚げが、はいはい、あ、うまかったね、甘くて最高にうまかった、美味しかったのと、はい、その横についてる梅が美味しかった、あ、梅美味しかったね、確かにね、はい、とってもラッキーです、はい、おかゆ、はい、でちゃんと味がついてて、はい、さっぱり、当たり前じゃねえか、味ついてる、いやいや、それはわかるんだけど、はい、なんかいいよ、さっぱりしてる、さっぱり、さっぱりしてる、美味しかったね、あ、そうそう、はい、わかった、オッケー、はい、浩二さん行きます、
キンダックに普段はつけない台湾っぽいパッションフルーツのソースがあって、とても美味しかったです。爽やかにさっぱりして、ジューシーで最高でした。はい、最高でした。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、ほら、日本語書いてあるから。ジュースというよりもすごい爽やか。爽やか。え、浩二は何頼んだの？グレープフルーツソーダ紅茶。ごっすげえな、ごっついな。甘いよ、だってアーモンドなんとか。あ、アーモンドか。あ、なるほどなるほど。アーモンド紅茶。まあだってないもんね、日本にね、これ。これはないね。絶対絶対ないね、これね。はいはいはい、大変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 。うまい。それはよかった。味出てる。味出てる。でもさっぱりしてる。染み出る。色ほど濃くない。濃くない。さすがミシュランで。全然色ほど濃くない。こんな一応やられるかなと思ったけど、全然全然。ものすごくね、見た目よりも味が何だろう、辛いかなと思ったら辛くなくて。辛くない辛くない。でよく染みていて。うん、染みてる。歯ごたえが。ただひたすら染みてるよ、カオペース、カオペース。これこそ台湾で何本飲んだか分かる。イムラテオランネ、うん、ミシェランも撮ってるし、あと日本の芸能人渡辺直美が来ても必ずこの店に来るって話を。だからすごく有名なんか日本人も多いんだって。で写真を、中国語話せなくても写真でこれ食べさせてくださいとか、それでやるらしい。イガンチャオバイス、イガンチャオバイス、うまい。あ、うまいね、これ。これ、タケノコじゃないじゃん、なんだ。初めて食べたの、これ。なんだ、うん。あー、よかった。豚の乾燥。よく味がついてる。あ、よく味がついてる。レバーとは思えない。食感はどうですか？食感は、歯ごたえがあっていいよ。あー。あ、なんか酸味ですっそんとよ。そう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 。あ、でもうん、なんか柔らかくて美味しい。あー、鶏が柔らかくて美味しい。よく煮込んでる。味染みてる。あー、すごい染みてる。この鶏ね、この鶏はうまいわね、これ。うわ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 、白身。うわうわ、すごい上品なの。ヒラメの上品。ヒラメの、ヒラメみたいな感じ。あー、よかったね。でしょ、ザ・白身魚って感じでしょ。タイより美味しい。タイより美味しい。タイより全然美味しい。よし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 。似てる白菜。そんなに不思議な味。日本没有这个东西。不可思議な理由。フグのお酒なんじゃない。フグのお酒？焼いた、焼いたフグの。ああ、ヒレのやつ。そうそう。あんな感じ。焼いたなんか魚が入ってるお酒？おし、おしるみたいな。ああ、なるほど。何これ、何これ。おお、オッケー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 。すごいうまいね、これ。なんかプリプリしてる。ああ、めちゃめちゃプリプリしてるね。餃子の新作なんだけど、うん、肉まんじゅうしようかもね。中身が、なんか餃子はなんじゃないけど、中身がめちゃめちゃ美味しい。あ、それは良かった。まんじゅうの中に何、牡蠣が入ってる感じ。まんじゅうの中に牡蠣みたいなのが入ってて、これで、ね、もう餃子のあんことは、ね、そうだね、餃子また違うね。餃子のあんことは全然違う。そうですね。Thank you.
ゆでソースチャータン。あーすごい、タメのサービスよ。これはうまいやつ、うわーこれうまいやつ、これうまいやつ。いや、うまみとか深そうだよ。どんな感じ？やばいって話？やばいって話？うまみしかねえ卵が出てきた。何言ってんだかわかんないです。うまみしかねえ卵が出てきたな。さあ、おつで。谢谢谢谢。さあ、おつ。最後にサービスのフルーツが出てくる。レモン、みかん。台湾ルーサオトゥース。これうまかったね、ここはね。めちゃめちゃうまかったよね。はい、よかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。絶対来てね。うまかったよね。ごちそうさまでした。美味しかったね。何が一番美味しかった？しいたけ。かき、しいたけ。あー、これうまかったね。確かに、はい。千年代。千年代が美味しかった。これもうまかった。確かにうまかった。そうだね、うまかった。はい、はい、うまかったね。サウハウツ。